今月10日にプール開きをした大分市の半田小学校。この日は3年生の児童が泳ぎの練習をしました。着ている水着は種類が様々。今日は何泳ぎしましたか？バタースと蹴伸びとクロール。ちょっと苦手。ラッシュガードを着てる。1年生からずっと着てる。半袖と長袖をなんか別々の水着を着て、それで寒くないようにやって、ちょっとなんか暖かくなる。ほとんどの児童が着用しているのは水中用の上着、ラッシュガード。プールの壁や床での擦り傷を防いだり、体型を隠したりできることから、着用する児童が年々増えているといいます。僕が子どもの頃とかはもう男の子は上半身裸、女の子もまあみんな同じっていう形だったんですが、子どもが心理的に安心できるような服装っていうのがもうどの学校も今進めている形だと思います。スクール水着の特設コーナーです。ラッシュガードの数も売り場では多く取り揃えられています。100種類以上の水着が並ぶ特設コーナー。2人に1人がラッシュガードを買うため、今年は品揃えも増強。特に脱ぎ着しやすいフルジッパータイプが人気です。日焼け予防にも有効とされるこのラッシュガード、皮膚科の医師に聞いてみると、率直に言ってとても好ましいことだと思うんですね。子どもさんの肌は大人に比べると角質層っていう一番外の膜が薄くて、なおかつ皮脂の分泌量も不安定で、日焼け紫外線をすごく浴びてしまうと、それだけでかなりの肌荒れになるかと思います。また擦り傷を防ぐとともに、アトピー肌の症状を悪化させずに入ることができるといいます。紫外線を繰り返し浴びること自体が肌の細胞を傷つけたり、引いては皮膚がんになったりするので、できれば予防していただきたいです。 This is Rainbow Way! 別府市の立命館アジア太平洋大学、学生団体が今週 LGBTQ について発信するイベントを開催しています。パフォーマンスを通じて性別の固定観念にとらわれない性の多様性への理解を呼びかけています。ジェンダーニュートラルがあれば、男がこんな服を着るべきか、女の子がこんな服を着るべきか、そういうことはあんまり気にならないと思うし、みんな楽にして自動的に生きれると思いますから。このような動きは水着にも。今主流になってきているのが男女共用の水着になります。ラッシュガードとパンツがついていて、男女両方いけるようにちょっと幅の広いサーフ型のパンツになります。店で去年から販売を始めたのはジェンダーレスの男女共用水着。男女で同じデザインになっているため、体型や性別を気にせず着用できます。他にも男子用の水着は丈が伸びて膝上が主流に、女子用はズボンやスカートタイプが好まれるなど、形に変化が出ているといいます。ジェンダーレスが進んでくると思いますので、男女共用の水着も今はあまりパターンがないんですが、これが増えてくるんじゃないかなというふうに思います。服装でプールが嫌だとか、そういうのが一番もったいないので、もしそこで頑張ろうという気持ちになれるんだったら大歓迎ですし、いい流れじゃないかなと思ってます、はい、時代とともに変わる授業用水着。性別にとらわれず、個人が着たい水着を選べる選択肢が広がっています。